皆さんこんにちは、未来です。今回はプチプラの私のお気に入りのコスメだけを使ってちょっとエレガントなメイクをしてみました。最後までご覧ください。どうぞ。ベースメイクはエチセンの BB クリームを使用していきます。これは薬用なんですけれども、8つの機能があります。ご覧の通りです。このカラーは結構白いっぽい感じなんですけれども、カバー力は結構あると思います。スポンジでなじませていきます。コンシーラーはザ・セムのコンシーラーを使用していきます。これは普段から愛用していて、クリーミーなのにカバー力が結構しっかりあるところがすごく気に入っています。次にアイメイクに移っていきます。アイシャドウベースはエクセルのものを使用するんですけれども、これはもう気分によってつけたりつけなかったりしています。めんどくさくない時つけます。アイシャドウはビセのアイシャドウを使用していきます。普段使うのはいつもブラウン系で、一番明るいこの色をアイシャドウのベースカラーとして使用していきます。このアイシャドウはラメがすごく細かく上品な仕上がりになるので、大人っぽいメイクが好きな方とかにはすごいおすすめです。中間色をアイホール全体にのせていきます。で、そして同じカラーを下まぶたにものせていくんですけれども、今回のポイントは涙袋よりちょっとはみ出すぐらい、ちょっと太めにのせていきます。こうすることによって涙袋がぷっくりして見えます。アイライナーはデジャブを使用していきます。これはまあ漆黒ブラックというわけではないんですけれども、コシのある感じですごい描きやすくて、しかもこの後すぐにビューラーとかでまつげを上げてもあんまり取れなかったりするので、普段使いすごくしやすいです。先ほどのアイシャドウの一番暗い色、締め色を使用していきます。これをアイラインの上に少しタップしていくんですけれども、こうすることによって柔らかい印象になります。ここでポイントなんですけれども、目尻側は上目にぼかしていくと、なんだろう、目幅が少しあるように見えて目が大きく見えます。次にビセのジェルライナー、スーパースリムジェルライナーを使用していきます。これを下まぶたにのせて、ほんの少しだけのせるんですけれども、このジェルライナーはぼかしやすくよれにくいのが特徴です。締め色のアイシャドウを使ってなじませていきます。ビューラーが終わったらケイトのラッシュマキシマイザーを使用してまつげをグインと上げていきます。これは毎回毎回動画で使っているので説明は割愛したいと思います。アイブロウペンシルはプロラッシュ EX のものを使用していきます。グレイシュブラウンという色なんですけれども、私が何が好きかって言ったらこの色が好きです。色が好きなのでこれをお気に入りに入れたいと思います。アイブロウパウダーはビセのものを使用していきます。これは前回これ単体の動画も作ったので概要欄に URL を貼っておくんですけれども、何よりもすっごくすっごく発色がよろしいです。
イマスカラはキスミヘビーローテーションのアイブロウマスカラおすすめです。発色はもちろんいいんですけれども、描いた眉毛の色とかを残して染まってくれるので好きです。もっと発色がいいのが好きな人はビセのおすすめしたいです。マスカラはデジャブのぬるつけまつげシリーズがおすすめです。これは普段使いすごいしやすくて、一日中つけていてもパンダ目にならない感じです。仕上がりはこんな感じです。ボリュームタイプもすごい好きです。チークはビセのリップ&チーククリームを使用していきます。色は何でも好きなんですけれども、この質感がすごい発色もよくって塗りやすい、伸ばしやすい、馴染みやすい感じがすごい好きです。リップはレブロンのウルトラ HD マットリップカラーを使用します。今年は結構リキッドマットルージュリップカラーがトレンドだと思うんですけれども、プチプラの中では一番私はこれが大好きです。結構皮むけもあんまりしないですし、まあ強いて言うなら匂いが少し苦手なんですけれども、こんな感じです。メイクは完成いたしました。いかがだったでしょうか。参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でも会いましょう。バイバイ。